お金と時間の学校の寮です。今日もお金と時間をハックしていきましょう。今日のテーマは投資は〇〇との戦いという内容でやっていきます。ちなみに私は途中まで半沢直樹みたいなキャラの人間なんですけれども、気になる方は覗いてみてください。視聴者の方からこんな質問をもらいました。投資歴15年のものです。それなりに投資で結果を出せているのですが、投資をひたすら淡々としているだけで投資に面白みを感じることができておらず、投資そのものに飽きを感じています。投資を楽しく継続していくために何かアドバイスがあれば嬉しいです、という質問をもらいましたので回答していきます。ちょっといつもと感じの違うテーマなのですが、投資を一生続けていく上では大事なことなので、今回の動画で解説していきたいと思います。投資を始めたばかりという人はいまいちピンと来ていない人もいるかもしれませんが、投資は一生なので投資を無理なく続けていくために大事な考え方について解説していきますので、長期投資をしっかり続けていきたいという長期投資の方針の人はぜひ最後まで見て持って帰っていってください。では早速いきましょう。投資は孤独との戦い。結論をトピックで先に伝えていますが、投資とは孤独との戦いです。もちろんアドバイスをしてくれる人もいれば参考になる情報も世の中に溢れてはいますが、投資の世界は先が全くわからない世界であり、投資は自己責任の世界です。私はよく投資は自己責任じゃないとうまくいかないから自己責任と言いますが、自己責任の原則であるということは、全ての判断は自分自身で行うべきであり、常に孤独との戦いです。誰かの意見を参考にしたりサポートを受けたりすることはあっても、最後の判断は絶対に自分で下さないといけません。ですので、この自分で決めていく投資の世界には常に孤独がつきまといます。今回質問をいただいた方のように、投資に面白みがなくて飽きてしまっているというのもまさに孤独との戦いの葛藤から湧き起こる感情なんですね。また人は一人では生きていけないので、家族や学校、部活や職場などのそれぞれのコミュニティのメンバーと相互に関係し合う人間関係の上で成り立つ世界で、私たちはずっと生きてきました。そしてこれから先も一人では誰も生きていけません。このように相互に関係し合うのが当たり前の世界なのに対して、投資の世界は誰と関わるでもなく基本的に孤独な戦いを強いられます。情報発信をしているといろいろな方から質問をされますが、自分じゃ何が正しいのかわからない、アドバイスがないと不安、こういった不安を抱えている人が本当に多いです。その不安を少しでも少なくするために、お金や投資について知ってもらう、知識を増やしてもらうことで、わからないから怖いという状況を和らげてお金と向き合う人を増やしていくために情報発信をしていますが、最終的な判断が自分である以上、投資の世界の知識や経験がいくら増えたとしても投資の世界には常に孤独がつきまといます。これは投資初心者の人であろうが投資熟練者の人であろうが関係なく感じるものであり、投資家である以上一生付き合っていかなければいけないものです。ですので、この孤独と戦い続けていくために、投資以外の要素で自分がリフレッシュできたりストレス発散ができるようなことを見つけていくことが大事にもなってくるんですね。これについては過去の動画で解説をしているので、詳しいことは過去の動画をチェックしてみてください。概要欄にリンクは載せておきます。ですので、投資の世界は基本的に孤独との戦いであり、その孤独と付き合っていく、これが大原則ではあるんですが、ここからさらに深掘りをして孤独との戦いじゃない部分についても解説していきます。では次、投資の世界は孤独でもないですが、ここまで投資は孤独との戦いだと言ってきましたが、そうでもないという話をしていきます。早速矛盾しちゃってるよと感じている人もいるかもしれませんが、投資の世界は二元論で語られるような単純な世界ではないですので、あっちに行ったりこっちに行ったりすることがスタンダードです。量子力学の世界でいう不確定性原理と同じようなものです。量子力学には粒子と波動の二面性があるように、投資の世界にも孤独の部分と孤
独でない部分のその二面性があるということなんですね。ですので一方方向だけでは説明できない世界をまずは一旦受け入れた方が何かと楽なのでおすすめです。では投資の世界は孤独でもないというのはどういうことなのかというと、それはあなたの投資は必ずどこかとつながっているということです。投資という行為は経済の流れの一端を必ず担っているので、投資の世界は常に何かとつながっています。あなたの預金口座にあったお金が投資を通じて経済に還流していきます。ある会社に投資をすれば、その会社はその投資をしてもらったお金を使って事業を発展成長していくことができます。その結果それが誰かへの価値提供となり、その価値提供の対価としてお金を得て、その事業活動を通じてお金が増えて利益が上がり、その利益が従業員や投資をしてくれたあなたにリターンとして還元されます。つまりあなたの投資は必ずどこかとつながっているはずですので、投資の世界は孤独になりようがないという見方もできるということなんですね。ですので投資判断は孤独であったとしても、投資行為そのものは孤独ではありません。投資をした会社の商品には親近感が湧きますし、投資をしている会社の社員さんと会う機会があればそれだけで親近感を感じるはずです。ということは投資をすることによって孤独どころかむしろつながりを感じやすくもなるので、投資の世界は孤独ではありません。また市場での取引という観点でも、自分の取引の相手方が必ずいる世界なので、そういう観点でも投資の世界は孤独ではありません。あなたと違う投資方針の投資家がいるからこそあなたの主体取引が成立するわけであって、このように自分以外の誰かを常に感じることが投資の世界で大事な要素であったりもします。つまり投資の世界は孤独でも何でもないんですね。ただどうしても自分のお金をシステマチックに淡々と投資をする感覚の方が強いので、投資に対して孤独を感じてやりづらさを覚えることはよくわかるのですが、必ずどこかの誰かとつながっている。投資をすることで自分のお金を経済に還流させることで役に立っている、誰かの応援につながっている、誰かを喜ばせていると考えて、自分のお金が誰かとつながっているんだと捉えることで、投資の世界で感じがちな孤独を和らげることができるはずなんですね。もちろんリターンを狙って投資をすることは大事ですが、そのリターンが経済にどのような役に立ってもたらされているのかを常に考えて投資をしていくことが孤独に負けない上でも実は大事になってくる要素なんですね。皆さんは今投資している先が経済活動にどのような貢献をしているのか、はっきりとイメージすることができますか？この考えが投資先の企業の理解にもつながり、投資の成功確率を上げてくれることにもつながるので、自分の投資したお金がどのように社会に役に立っていくのか、このイメージを持ちながら投資をしていくことは孤独感も和らげて投資の成功確率も上げてくれて、まさに一石二鳥なので、ここを意識して投資をしてほしいんですね。では最後にここまでの話を踏まえて、孤独を感じやすい投資を続けていく上で必要な力について解説していきます。その解説の前に2つお知らせです。 YouTube の短い動画では話しきれないお金についての限定動画を LINE の登録で無料プレゼント中ですので、将来お金で不安を感じたくない、今よりも経済的に豊かな暮らしをしたいという気持ちがある人はぜひ概要欄から覗いてみてください。もう一つはお金に強くなれる情報を定期的に発信していますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では最後、孤独を感じる投資に必要な力ですが、早速結論です。ここまでの解説で答えを言っている部分はありますが、孤独を感じる投資に必要な力とは2つあって、1つはつながりを感じる力、もう1つが多様性を受け入れる力です。まず1つ目のつながりを感じる力ですが、これは投資の世界は孤独でもないと今話して
してきた部分と全てつながりますが、社会や経済に関わっている、応援できていると感じながら投資ができるのか、逆にそういったつながりを感じずにシステマチックに投資をするのかは、投資をしているあなた自身がどのように感じながら投資をしているのか、これだけでしかありません。つまり同じ会社に投資をしているという投資家としての活動は全く同じだったとしても、その投資活動が社会貢献になっていると感じられている人とそうではない人は孤独を感じる度合いが違うので、興味関心の度合いも異なり、投資の成功確率も長期投資ができるのかどうかも変わってくるということなんですね。もちろん絶対ではないですが、つながりを感じていて興味関心が湧いている方に投資をした方が企業分析なんかもうまくいきそうですよね。まあ思い入れが強すぎて見誤ってしまうケースもあるかもしれませんので、投資家としての冷静さは必要になりますけどね。では2つ目の多様性を受け入れる力というのは、これもさっき説明した部分とつながるのですが、投資方針や投資スタンスの違う人がたくさんいるから市場での売買が成り立ってあなたの投資も実現しているわけなので、自分とは違う投資スタンス、投資方針、投資規模の人たちを別物だと考えて否定したり攻撃したりするのは明らかにナンセンスです。自分のやりたい投資を成り立たせてくれている相手だと考えれば、むしろ感謝の気持ちしか生まれません。ですので投資の世界も多様性を受け入れながら、自分と違う意見や考えも素直に受け入れて、そして学ぶ、これが本来のあるべき姿なんです。多様性、ダイバーシティという言葉をここ数年よく耳にしますが、投資の世界の原理原則を知っていれば、この多様性、ダイバーシティがないといろいろなものがそもそも成り立たないんです。またこれは世の中の原理原則なので、多様性はあって当たり前と素直に多様性を受け入れる、こうしちゃった方が楽です。そしてその多様性を受け入れることで孤独も感じにくくなるはずなんですね。ですのでつながりを感じる力、多様性を受け入れる力、この2つの力で孤独を感じずにうまく投資をしていきましょう。では最後に大事な知識やより記憶に定着するようにおさらいしていきます。投資は〇〇との戦いという内容でやってきました。その戦いとは孤独との戦いです。投資の世界は自己責任が大原則の世界なので、最終判断は自分一人であり、孤独を感じやすいです。ですがそんな孤独を感じやすい投資も、投資活動を通じて経済とのつながりを感じたり、取引の相手方をイメージすることで孤独を感じにくくすることができます。そしてそんな孤独を感じやすい投資に必要な力が2つあって、1つはつながりを感じる力です。これは自分でつながりを感じてしまうかどうかだけの話です。そして2つ目は多様性を受け入れる力です。これは多様性があって成り立っているのが投資の世界なので、その多様性を素直に受け入れた方が投資の成功確率が高まります。ですのでこの2つの力を活かして、投資で孤独を感じずにうまく投資を継続していきましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画を見て少しでも役に立ったと思ってくれた方は、高評価コメントをしてもらえると嬉しいです。では次回の動画でさらにお金と時間をハックしていきましょう。耳だけで学べる聞くお金と時間の学校 in ボイシー、音声だけで学べるお金の知識、ながら作業のインプットに最適、概要欄からぜひボイシーの登録お願いします。